鉄道会社間では需要の発掘、旅客の利便を目的に、会社間での直通運転を行っていることがある。都市の郊外から都市の中心へ向けての直通運転や、都市部から観光地へ向けての直通運転など、全国ではいろいろな直通運転を行っており、鉄道が便利に利用できるようになっている。直通運転というと一番ポピュラーなのが地下鉄と JR、私鉄との直通運転であり、郊外から地下鉄へ直通することで、都心部への利便性が高められている。直通運転は都市部だけではなく、地方でも観光地へ向けての直通運転などが盛んに行われている。会社間での直通運転を行うには、当該会社間で協議を行い協定締結をする。協定には直通運転する区間、直通する車両、連絡乗車券や定期券の発売範囲、運賃の割引、乗務員の交代駅、事故などの異常時の対応方法など取り決められ、直通車両への乗り入れ先会社の保安装置設置工事、乗り入れする双方の車両への乗務員訓練や車両検査係の研修などを行った後、直通運転を開始する。しかし、需要がなくなったことや会社間での方針の転換、事故などにより直通運転が終了した事例もある。旅客にとって便利な直通運転がなぜ終了したのだろうか。今回は直通運転が終了した事例を5つ紹介し、簡単に解説してみようと思う。近鉄京都線は1928年、前身の奈良電気鉄道時代に京都から大和西大寺駅間の全線が開業した路線だ。奈良電気鉄道は近鉄の前身大阪電気軌道と京阪電気鉄道の合弁会社で、京都から奈良のことを結ぶ私鉄路線をということで開業した。大和西大寺から奈良駅間は大阪電気軌道奈良線と、大和西大寺から橿原神宮前駅間は同じ大阪電気軌道の梅美線と会社間で相互直通運転が行われた。ところで丹波橋駅では、奈良電気鉄道と京阪電気鉄道が接続していた。そこで1943年に両社が運輸協定を結び、丹波橋駅経由で相互直通運転を合意。京阪が1943年に陸上交通事業調整法による、京阪神急行電鉄に合併した後の協定は引き継がれ、丹波橋駅の工事を開始するが、当時は第二次世界大戦真っただ中で工事は遅れに遅れ、完了したのは終戦直後の1945年。この年の12月21日から相互直通運転を開始した。最初は京阪神急行電鉄の車両の型乗り入れであったが、後に奈良電気鉄道からも車両が乗り入れた。直通運転区間は奈良電京都駅から京阪宇治までと、京阪三条から奈良電を経由して大阪電気軌道の奈良までで、京阪三条から奈良へ行く系統は京阪、奈良電、大気の3社直通運転となった。直通運転は京都市内から奈良への利便性と、京都駅から宇治へ国鉄奈良線との競合路線として機能した。1949年に京阪神急行電鉄から京阪電気鉄道が分社化された際も直通運転は継続された。直通運転は運営会社が変わっても引き続き行われていたが、高度経済成長による都市部の人口増加が顕著に現れ、京阪も寝屋川、枚方などの沿線都市の開発が進むと列車本数が増えてきた。丹波橋駅が平面交差となっているため、列車増発のネックになっているのも否めなかった。それに追い打ちをかけるように1963年、奈良電気鉄道が近鉄と合併し、それにより奈良電気鉄道の路線は近鉄京都線となった。奈良電気鉄道が近鉄となってもしばらくは直通運転を継続した。しかし近鉄は京都線への大型車両導入と、当時 600V だった架線電圧の 1500V への昇圧を目指しており、こうすると当時 600V の京阪電車とは直通運転をするのは不可能となる。また保安装置も近鉄、京阪で独自仕様のものを採用したことなどがあり、1968年12月に両社の乗り入れを終了。と同時に近鉄も独自の近鉄丹波橋駅を開業した。その後近鉄は1988年京都市営地下鉄烏丸線武田開業に伴い、京都市営地下鉄との相互乗り入れ運転を開始し、京都市内中心部への乗り入れを果たし現在に至っている。現在では会社間の相互直通運転はメジャーになってきているが、この京都、奈良の京阪、近鉄との直通運転は当時からすれば画期的なことであった。信楽高原鉄道は滋賀県の貴生川駅から信楽駅まで、もともと国鉄信楽線だった路線を JR 西日本が引き継いだものの、1987年に第3セクターに転換した路線だ。狸の置物に代表される、陶磁器の町信楽を結ぶ路線として知られる。
14.7km の路線中の大半を占める。日部川から信楽郡市駅の区間は峠越えの区間で、駅間は 9.5km あるほどで、現在は使用してない小野谷信号場がある。この信楽高原鉄道、直通運転というと過去の記録では国鉄時代に草津線を経由して京都や草津からの列車があったというのがあるが、JR に移行し信楽高原鉄道に転換後は直通列車は存在しなかった。しかし、1991年に信楽で世界陶芸祭セラミックワールド信楽が開催されることになり、それの来場者輸送を信楽高原鉄道が担うことになった。列車本数が増えるために1990年に滋賀県が信楽高原鉄道、JR 西日本に輸送の協力を要請した。信楽高原鉄道は木部川から信楽郡市駅の駅間に、小野谷信号場を開設して列車本数を増やす体制を整えた。そして大阪や京都から直通の臨時列車を運転することで、JR 西日本と信楽高原鉄道とで協議を行い、この世界陶芸祭の期間中に運転するとのことで決まった。この世界陶芸祭、開始から好評を発揮当初の予想よりも上回る来場がありどの列車も大混雑するほど輸送を行った。しかし1991年5月14日、信楽高原鉄道の普通列車と JR からの直通列車との正面衝突事故が発生し、かなりの大惨事となってしまった。この事故では直通運転に関わるルールが守れられていないことがクローズアップされた。直通運転を行う際は関係する業者間で協定を締結する。しかしこの業者間は協定を締結したと思われるが、直通運転する一時的な期間であるためかなりアバウトなものであったと考えられる。乗務員は通常直通列車である場合も、一部例外があるが境界駅で交代するのが基本である。しかしこの信楽高原鉄道の乗務員の要員が不足しているため、臨時列車は JR 西日本の乗務員が乗務していた。このような例外の場合はその鉄道会社の運転取扱い基準規定を教育しておかなくてはならないのだが、JR 西日本が信楽高原鉄道の運転取扱い基準規定の教育を大雑把に行っていた。信号の故障と大量閉塞の取扱い誤りが最大の原因であるとも言われているが、一時的な直通ではあるもの線路施設、信号設備も突貫工事でその場しのぎだったものと考えられる。この事故で世界陶芸祭セラミックワールド信楽は、会期途中で中止となり地元にとっては大きな痛手となり、信楽高原鉄道は事故後、JR 西日本との直通運転を一切やめたのであった。この直通運転の話をする前に神戸高速鉄道のことに触れておく。神戸高速鉄道は第二次世界大戦後の街の復興に際し、神戸市と阪急電車、阪神電車、山陽電車、神戸電鉄の4社の鉄道を神戸市内中心部に乗り入れて直通させようという計画を立てた。当時これら4社のターミナル駅は中心部から離れていて、市内中心部へは市内電車がつないでいた。市内電車では輸送力が小さいのと、道路上では速度が遅くなりかつ交通渋滞が発生するなどのリスクがある。神戸市とこの鉄道事業者4社と地元有力企業が出資して、これらの鉄道を直通して神戸市内中心部に乗り入れる第3セクターとして、1958年に設立されたのが神戸高速鉄道だ。その後、敷設工事を経て、市内を結ぶ神戸高速鉄道は1968年に開通。阪急電車、阪神電車、山陽電車をつなぐ東西線と、神戸電鉄が直通する南北線が神戸市内中心部に乗り入れた。その神戸高速鉄道線を介して、山陽電車と阪神電車、阪急電車との相互直通運転が行われた。開業当初からは山陽電車が阪急神戸線の6号まで、阪神本線の大石まで乗り入れ、逆に阪神、阪急からは須磨浦公園まで直通していた。山陽電車側からは特急で運転し、神戸高速線、阪急神戸線、阪神本線内は各駅停車というスタイルで1時間に2本運転した。阪急、阪神からの列車も自社線は特急で運転し、神戸高速線、山陽電鉄線では各駅停車となる。1995年の阪神淡路大震災では阪急、神戸高速線の被害が甚大だったため、一時直通運転は中止されたが両線が復旧した際は再度直通運転が開始された。このスタイルが長く続いたものの、1998年に転機が訪れる。神戸高速鉄道開業時からの構想であった、大阪、梅田から姫路までの直通運転と JR 西日本の新快速と対抗するため、1998年に阪神電車、神戸高速、山陽電車の3社を直通する、直通特急の運転が開始された。この直通特急の運転開始により、山陽電車と阪急神戸線とでの相互直通運転は終了した。
阪急と直通しなかったのは阪急の列車が8両であり、6両で運転の山陽電車には入れなかったことが挙げられる。しかし、直通運転を終了すると阪急側からの神戸高速鉄道直通列車の本数が減ってしまうため、3号電車の列車は阪急三の峰まで運転することになり、阪急側の乗り入れは新開地までとなった。現在の神戸高速鉄道は阪神阪急ホールディングスの傘下にあり、経営の改善を行ってきた。それにより神戸高速線の阪神元町から西台までは阪神神戸高速線、阪急神戸三宮から高速神戸までの区間は阪急神戸高速線と名称が変わり、名称としては山陽電車がまた阪急に乗り入れたということになる。この直通運転を話す前に、北総鉄道の経歴を簡単に解説してみようと思う。北総鉄道は千葉ニュータウンの造成計画が立ち上がった1972年、北総開発鉄道として会社が設立された。建設工事を小室地区から始めたものの、用地買収の難航や、移住が当初より少なくなったことから、計画変更の煽りを受け工事が滞った。1979年、新京成線北初富から小室までの区間が開業した。開業から北総線は新京成線と直通運転を松戸まで行い、旅客の利便性を向上した。北総線は全線高架や築堤で路線を建設しているため、北初富から高架に上がるアプローチ線があり、後の新鎌ヶ谷駅になる地点は信号所として整備した。小室から先の区間は北総開発鉄道の旅客数低迷による経営悪化に伴い、住宅、都市整備公団が線路を敷設し、1984年に小室から千葉ニュータウン中央まで開業した。この千葉ニュータウン中央開業時も新京成線と直通運転を継続して行い、松戸から千葉ニュータウン中央まで運転した。当時千葉ニュータウンから東京までのルートは、北総線から新京成線を経由して松戸まで行き、松戸から国鉄、JR 常磐線に乗り換えるため、ただでさえ混んでいる常磐線の混雑に拍車がかかってしまった。北総開発鉄道のそのものの計画は、京成線京成高砂から新鎌ヶ谷を経由して千葉ニュータウンを結ぶものであり、京成高砂から京成線を介して都営地下鉄浅草線に乗り入れ都心へ結ぶものである。さらにこの千葉ニュータウンを通って成田空港へのアクセス鉄道としての計画も立ち上がった。この計画に基づいて京成高砂から新鎌ヶ谷間の工事を開始。1991年に北総線京成高砂から新鎌ヶ谷間の開業により、北総線は京成線を介して都営地下鉄浅草線、京急線への直通運転を開始し、当初の計画を遂行した。1992年に新京成線の新鎌ヶ谷駅が開業し、新鎌ヶ谷駅で北総線と新京成線とは乗り換え駅として連絡改札を設けた。この時点で北総線と新京成線との直通運転を終了した。新京成線と北総線を結ぶアプローチ線は後に高架部分が撤去されたものの、遺構がわずかながら残っている。この新鎌ヶ谷駅は1999年に東武野田線の駅も開業し、北総線、新京成線、東武線の3社が乗り入れる一大ターミナル駅となった。その後北総線は印旛日本医大まで路線を延伸した後、2010年に成田スカイアクセス線が開業し、その成田スカイアクセス線の一部区間に北総線が組み込まれたことで、北総線は東京都心から成田空港へのアクセス鉄道としての機能も有し、ニュータウン輸送と空港輸送を担う路線に進化した。北総線の創生期を支えた新京成線との直通運転は、現在の運転形態である北総、京成、都営地下鉄、京急の4社直通運転の礎になったことは言うまでもない。東京メトロ日比谷線と東急東横線の乗り入れは、営団地下鉄時代の1957年にはすでに計画が上がっていた。渋谷を起点とする営団銀座線は6両編成であり、年々増え続ける輸送量に対応できなかった。日比谷線と東急東横線との直通運転の目的は、東急東横線から渋谷にて地下鉄銀座線に乗り換える需要を、中目黒で地下鉄に乗り換えまたは直通運転を行い、渋谷駅や地下鉄銀座線の混雑を緩和することであった。また今後東武伊勢崎線方面の人口増加を見込み、日比谷線は北千住から中目黒までの区間となり、北千住を介して東武伊勢崎線と、中目黒駅を介して東急東横線との直通運転を行う協定を締結した。日比谷線と私鉄との相互直通運転についてはまずは東武と行い始め、1962年5月に北千住から南千住間開通とともに東武との相互直通運転を開始、北越谷まで直通運転をした。
その後1964年の東京オリンピックに間に合わせるように、日比谷線は順次都心部へ路線を延伸し、1964年8月に東銀座から霞ヶ関駅間が開業したことで全線が開業し、同時に東急東横線との相互直通運転を開始し、日吉まで直通するようになった。日比谷線は直線半径がきつい箇所があるため当初は18メートル級の車両で運転し、宅地造成が進んでいた東急側からは、8両で乗り入れできるよう建設されていたが、乗り入れを開始してから東部側の利用客が予想に反して増加した。当時の東武伊勢崎線方面から東京都心へ行く場合、北千住で常磐線に乗り換える方法や、浅草で地下鉄銀座線に乗り換えていくところを、直通で都心の銀座や霞ヶ関まで1本で行けるとあって、沿線の宅地開発が進んだためだ。利用客増加により東部側の乗り入れ範囲は北かすかで、東武動物公園とどんどん伸ばしていったが、その反面東急東横線からの直通利用客は思うようには伸びなかった。その後1988年以降日吉駅の改良工事に伴い、日吉駅の引き上げ線の使用が制限されるため、東横線と日比谷線との直通列車は菊名駅まで延長した。3社で直通運転を行っていたが、東急の車両の直通列車は北千住まで、東武の車両の直通列車は中目黒までとなっていた。東急、日比谷線、東武への3社直通列車は東京メトロになってからであり、菊名から日比谷線経由で東武動物公園まで、直通運転区間の端から端までを、東京メトロの車両で運転したことがあった。その後、2013年に東急東横線が東京メトロ副都心線と西武池袋線、東武東上線との直通運転を開始したのに伴い、東急東横線の線路容量が限界を超えてしまうのと、18メートル級の8両では輸送力が不足し、さらに東急東横線にホームドアを設置するため、日比谷線と東急東横線との相互直通運転は、当面の間は休止となった。2016年以降に日比谷線に導入された新型車両13000系は20メートル級7両編成で導入し、東急東横線の乗り入れにも対応ができるようになったが復活する予定はない。中目黒駅で日比谷線から東急東横線への渡り線は現在もあるが、これは現在ほとんど使われていない。使う機会がある時は日比谷線の車両を東急田園都市線にある、半蔵門線鷺沼工場で検査を行う際の入出場回送程度である。いかがだったろうか。会社間の相互直通運転は旅客の需要を見越して行うことであるが、会社間の施策の変更や事故などで乗り入れを終了してしまうことがある。これは旅客にとって便利であることを鉄道事業者は常に追求していかなくてはならないため、発展的解消になっているケースがほとんどである。このように直通運転が終了したケースは他にもあるため、知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄にてシェアしていただければと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。